はい、みなさんこんにちは。今日は非売品の出光オリジナルタンクローリー開けていきます。はい、じゃあしっかり見ていきます。車体自体は日産ディーゼルのクオンだね。正面から見るとこんな感じです。で、横から見るとさあね、ここに出光のマークがあります。で、後ろから見るとここにも出光のロゴがあるね。このはしごはボディと同じ樹脂素材だね。で、反対側はこんな感じです。で、上はタンクローリーだからガソリンとか運ぶんだよね。この上のところの部分もこれも樹脂でできてます。で、タイヤは特にサスペンションとかはないね。で、今回のはボディ全体がシールとかは使われてないね。こういうエンブレムとかバンパーのところも塗装になってます。まあ、横の出光のマークとかリアの部分とかもこれもプリントになってます。うん、いいね。で、裏を見ると日産ディーゼルクオンって書いてあるね。で、2005年かな、ナンバー31になってます。で、このフロントのボディの部分はダイキャスト製だね。で、この黒いシャーシの部分もダイキャスト製で、上のもうタンクの部分は樹脂製だね。実際このデザインのタンクローリーって街で走ってるよね。うん、いい感じです。じゃあ箱の方を見てみようかな。正面のパッケージはこんな感じで、出光オリジナルタンクローリー日産ディーゼルクオンって書いてあるね。で、横の方はこんな感じだね。で、裏の方はで、ここに非売品って書いてあるよね。2012年のマークかな。はい、今日は出光のオリジナルタンクローリー紹介してみました。で、これなんで紹介したかっていうと、今いろんなニュースで出てるけど、この出光と昭和シェルが合併することになってるよね。だからこのデザインもひょっとしたらそのうち変わってくるかもしれないよね。やっぱりこれを入手しようとしたらオークション、ヤフオクとかメルカリとかで手に入れないといけないのかな。で、今回はメルカリでだいたい2000円ぐらいで買いました。なかなかデザインも実写に近いからいいよね。はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。